こっからちましたけど、今カンパチとクロスしました。カンパチの今内側に入ります。次第なんですけど、まあ、今日は瀬戸の交差点の近くの人です。前方の小屋、小田急線の千歳船橋の駅周辺です。駅は、左奥の方にありますね。千歳船橋南という交差点です。東京に書いてありますけど、桜岡の町ではありません。出てすぐにまた出てきます。はい、右手に見える右手かなり狭い場所の大きな病院です。関東中央病院、診療名は上用賀6丁目。ここを右折します。この通りは世田谷通りですね。今三軒茶屋方面に見てますけど、逆に行くと、カンパチにすぐ
神保町に着いていけば狛江ですね。この右側はずっとカンパチと今並行して走っています。東名に乗られる方はもうこの辺からですね、右折していくと東名に乗ることができます。あんまり先まで行っちゃうともう乗れなくなっちゃうんでね。適当にこの辺の信号を右折していくと一応決めた公園あたりに出ることができます。洋河地区会館、ここの交差点が環八に出る、東名に乗る人はここからここを右折していくのが最後かもしれませんね。洋河地区会館を右折して、環八に出て東名高速に乗ってください。まあ、今回はこのまままっすぐ行って、246まで出たいと思います。瀬田の交差点に行くわけですね。
ですけども、この交差点を右折します。246にも出れますし、カンパチにも出れると。非常に便利なところですね。瀬田の交差点です。はい、これでカンパチに出ることができました。お疲れ様でした。こちらは2の方です。